卒業
令和6年度岡山県中学生陸上競技選手権大会男子 1500m で大会新記録で優勝されました桜総連の増谷伊吹選手にお話をお伺いします。大会新記録を樹立しての優勝です。はい、今のお気持ちをお聞かせください。今の気持ちはとても嬉しいです。優勝した時にガッツポーズ出てたように思うんですけれども、はい、その時は何に対してのガッツポーズというか喜びっていうふうに、もう4分切るとは思わなかったんで、4分切れたんでとても嬉しかったです。今日はタイムはどれぐらいでいけたらよかったなと思ってましたか？とりあえず標準記録を突破して、で自己ベストの4分3秒切れればいいかなと思ってます。自己ベストは5月12日に記録会でしたね、はい、記録されたということなんですけれども、そこからもう1ヶ月足らずで、はい、自己ベストを更新できました。この自己ベストが更新できたっていう何か秘訣っていうのがもし教えていただけるんだったら、教えてください。冬からやっていたサーキットで補強をやったり犬仮装で、足とかが結構鍛えられたんで、それで結構いいタイムが出たと思います。クロスカントリーの試合にも出られてたということなんですが、はい、クロスカントリーではどんな経験ができたと思ってますか？全国の速い人たちと戦えた中で結構いいラストのスパートとかができたんで、とてもいい経験になりました。レースを振り返っていただくんですけれども、立ち上がりは先頭に出て、2周目に入ってから小山選手に先頭を譲る形になったんですけれども、その時はどういうレース展開を考えてたんですか？1周目は僕が引っ張って、2周目から小山君が引っ張る予定 でラストがもう僕が言うだったので前に出たという感じです。残り 500m を切ったあたりから、先頭に出たように見えるんですけれども、そこから、先頭に、最後出て、残り1周を、キープ調子を維持して、最後の 200m あたりでスパートをかけたという感じなんですが、こちらもこれはスパートをかけたというのはやはりいい記録を出したいという、ラスト200で4分を切れるペースだったので、そこでラストの自分の出せる力が強い形です。桜総連というクラブチームで、練習をされているということなんですが、中学校に陸上部がないということ でクラブチームで練習されているということなんですけれども、クラブチームでの練習の一番の楽しさというのはどんなことだと思ってますか？部活と違って自由にできるというか、そんな感じがするので結構いい感じでできています。苦しいことって逆にありますか？苦しいことはクラブのチームはみんな結構大人ばかりなんで、自分が自己ベストを出せないときにみんなが出たらちょっとそこで苦しい思いです。昨年は、800m で全中に出場されたということなんですけれども、はい、今回、とりあえず 1500m で、全中への出場切符を得ました。はい、全国大会は基本的に 1500m を狙ってらっしゃるということなんですけれども、はい、全国大会に出たら、どれぐらいの速さでライバルを突破されたいと思ってますか？まずは予選を突破して、決勝ではもう1位を狙うように、そのためにもこれからの練習を頑張っていきます。陸上選手としての将来の目標があったら教えてください。将来はオリンピック選手になって日本の代表になれるように頑張ります。全国優勝するぞ。